イチゴはバラカキのの一種及びその果実ロシアでは、ポレニーカ、ポリアニーナ、マムーラ、コスチャンカ、ホフルシカ、ポルデニッツァなど多くの通称で知られている。ブロックハウスエフロン百科事典によると、19世紀末には、フサスグリがこの名で呼ばれていた。北アメリカ、カナダ、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ロシアなどの北半球艦隊に分布し、 海抜1200メートル以下のツンドラの森林、草地、河川沿岸、寒木地、小宅地に生息している。千島一ゴは、スウェーデンのノールボッテン地方の花に定められている。カール・アクセル・マグヌス・リンド・マンチョ、北欧の植物図ビルダーユア・ノルデンス・フローラでの、植物図高さ30センチメートル以下の多年層。細長く、木質な歪曲した。 深さ15から25センチメートルの地下茎を有する。葉は3室複用の緑色。単調の有限花樹で5枚の花びらのアンコウ色の花をつける。花期は5月下旬から25から35日続き、6月には開花、結実している様子を目にできる。果実は集合閣花であり、成熟したものは甘みを手し、大きさと形状ではヨーロッパキイチゴに似るものの、 色味は、より雑多である。熟した実の香りはパイナップルを思わせるもの。花果実には炭水化物、5から7%の糖分、1から2%のクエン酸、リンゴ酸、ビタミン C、タンニン、精油が含まれており、パイナップルの風味をもたらしている。果実発酵の思考の消化と評されている。生殖や加工された形態で利用される。を原料に、 ジャム、ジュース、果実酒、新酒、リキュールが作られている。葉は、茶葉の代用品として抽出される。千島いちごのジュースは、下熱、水分補給に有効である。滋養競争用途での使用が推奨される。ありがとうございます。